はい、3月12日朝6時4分の相場解説でございます。様子見の1日2日になったわけですけども、あれからどういうふうになったでしょうか。まあ、早速ね、画面を切り替えて見ていこうかと思います。上昇のトレンドが収まったというふうなデイリーになってますけどもね、ご覧いただいてますか。このデイリーポジションなんですけども、垂直トレンドが起きた後にぐーっとね、垂直にトレンドが変わってきましたよね。その後上髭を出して、上髭、いずれも上髭ですよね。これはですね、もう上昇トレンドが終わったよっていうサインです。特に陰線4線入り混じって上髭だけ異様に長いですよね。実体が短い、これはですね、上の方に行く余力がもうなくなったってことだと判断します。ですんで、デイリーレベルで言うと、もうね、こっから109円に回復することはないだろうという判断です。で、次です。4時間足。ね。この、キャップと言いますかね、上昇したこのトレンドに、三角位防止でキャップをするような形になりました。こんな感じですね。もう上昇の見込みはないんじゃないかなと私は判断しましたね。109円には行ったんですけども、やっぱり、108円あたりでね、レンジを書くっていう当初の予想に戻ってきそうです。これがね、ディセンディングトライアングルを書いているように見えますね。で、しばらく横ばいに入るでしょうと私は考えます。まあ、ここからね、ぐーっと下落することっていうのは、ちょっとまだ考えていません。1時間って言いますね。はい。まずね、こちらの方に最初にゾーンというかレンジを作りました。こちらの方に二つ目のレンジを作りました。その後ですけども、これを横に伸ばすとね、どうなってるでしょうか。このレンジを下の方に突き破らないような形で推移してますよね。そしてもう一つ。このレンジを上に突き破らない形で推移してますよね。ということで、レンジ戦略になってきました。だから大きな下落が起きそうにないなと思ってるんですよ。この間で推移しながら、ギザギザしながら、今横ばいになっている状態だっていうふうに私は判断しますね。まあ、ですので、108円の427から108円の880、40ピップスで天井 と床ができてますんで、これだとね、どこでエントリーしても、その手数料の方が結構ね、大きくなっちゃいますんで、エントリーはないなと思ってます。エントリーするべきは、まあ、上にブレイクするか、下にブレイクするか、下、その瞬間です。ですんで、エントリーポイントはこのあたりか、このあたりに設けるようになります。で、全体的な観点からすると、以前とは変わりましたけども、下に行く可能性の方が強いなっていうふうに私は感じてますね。こんな感じでお話しできることは以上でございます。はい、ということで、まだね、ちょっと辛抱しないといけないかなと。このゾーンを破るまで、ゾーンじゃないよ。天井と床、どっちかをね、レジサプライを超えるまでは、様子を見ることになります。超えた後で、超えたことを確認してから、私はエントリーすることをお勧めしますし、私自身もそうします。大きく流れがね、できた後なんで、ズバーンとね、降りて、ズバーンと倍に入って、今、小康状態に入っていくところですんで、ここは慎重になっていかないといけないと。荒れまくる時ってあんまりないんですよ。それにしても相当続きましたよね。一方向にセルの方に行って、バイデンさんに代わって一方向にバイに行ったと。もう十分です。3月は小康状態を保ちながら、またどこかでね、ブレイクした後に一定の方向にトレンドを形成するというふうに読んでます。では本日は以上です。これからも相場解説をお楽しみに。